大きなストレスをチャラにする方法。アップルパイさん、46歳女性、精神疾患持ち転勤族です。樺沢先生は精神疾患を持っている人は極力転勤しない方がいいとおっしゃっていましたが、転勤が免れない人はどういったことに気をつければいいですか？気をつけようがないですよね。転属だって言われたらそれで行かなきゃいけないわけですからね。自分で断るわけにもいかないのでね。なんでみんなそういう細かいことが気になるんでしょうかね。メンタルっていうのは合わせ技一本でのしかかってくるわけですよ。だから環境の変化っていうのは技ありになるんですね。そこに睡眠不足が関わってくる。そこに何か職場の人間関係が関わってくる、あるいは家族の人間関係が関わってくる。そうすると原因が積み重なってきてメンタルがカクッとやられるわけですね。たった一つの原因でですね、メンタルを崩すということは普通はないです。もしあったとしたらそれを適応障害という診断名がつくのかもしれないけども、うつ病とかになる場合はいくつかの原因が重なってくるわけですね。だから分かりやすく言うと、引っ越しするとものすごく精神的に疲れます。人間関係もゼロからやんなきゃいけないし、仕事なんかも今まで積み上げてきたノウハウとか生かされなくなってしまうかもしれない。そうするとめっちゃ疲れるんだけど、そこでちゃんと睡眠運動朝散歩してればですね、別に問題ないわけですよ、逆に言うとね。だから睡眠運動朝散歩してくださいってことですね。転勤族の人はメンタル疾患を持っていて、どうしても転勤しなきゃいけないという人は、樺沢がいつも言ってる睡眠運動朝散歩ガス抜き禁酒等のね、メンタル疾患の治療法として必要ないくつかのポイントっていうのがあるんで、それを一生懸命やるということがポイントになってくると思いますけどね。なので気にしなくてもいいと思うけどね、そんなに気にしなくてもいいと思いますけどね。その気にしなくてもいいというのは、ちゃんとそういう生活習慣改善とかをきちんとやっていれば体が整っているので、多少の変化というものには動じづらいとなってるはずですね。そういうのを全く気にしないで生活してると一気に食らっちゃう人もいると思うんですけども、とにかく皆さんにお伝えしたいのは、整えるという活動を一生懸命やってねってことです。特にメンタルが弱い人とか、ちょっとお疲れモードの人は整えるという活動をきちんとやってねと。メンタル疾患で治療中の方も整えるという活動をちゃんとやってね。整えるというのは睡眠運動朝散歩をしたりですね、あんま無理したりしないとかですね、昼夜逆転しないとかですね、整える活動っていうのをきちんとやっていくということですね。たった一つの原因でメンタルがガタガタになったりですね、なんかちょっとしたことでメンタルがめっちゃやられてですね、すげえひどい精神症状が出るってことはゼロではないけども、普通は2つ3ついろんな条件が重ね合わさって精神疾患って発病してくるので、転勤しただけでもし鬱になったとしたら、どれだけの人毎年転勤してるんですか、はっきり言って逆に言うと、転勤した人の中でそういうメンタル崩す人っていうのはせいぜい数パーセントでしょ、おそらくね。 10% は超えないと思うんですよ。だからそう考えると、転勤したり環境の変化はメンタルに影響を及ぼすとは言われてるけども、せいぜい数パーセントだとしたら微々たる要素の一つに過ぎないというふうに思いますね。なんでストレスが多い人、何かしらのストレスがかかる人、きちんと 7-8 時間寝てですね、朝散歩してですね、時々汗を流すような運動してですね、時々おしゃべりしてストレス発散していればですね、大体大丈夫ですね。だけどほとんどの人はそれをやらない。メンタル疾患になっている人はまず睡眠が悪くなり、家にこもって家から出なくなり、昼まで寝ていたり昼夜逆転になったり、人と会いたくないということで誰にも会わないということで全部ダメになるんですね。例えば転勤プラス40区ですね、今のね、睡眠不足、運動不足、昼夜逆転、コミュニケーション不足という40区プラスストレス50区になりますので、メンタルが発病したり悪化しても当然でしょうね、それはね。ということで、メンタル疾患の発病とかメンタル症状の悪化っていうのは合わせ技で起こってくるので、とにかく徹底的に整えるという活動をしていると比較的安心です。ストレスが多い時ほどきちんと整える活動してほしいと思います。ということでね、引っ越しというような非常に大きなストレス、引っ越しじゃなくても例えば転属とか部署移動とか配置替えとか昇進なんかもそうですね、結構ね、そういったものに対して全て言えることなんですけども、そういった時ほどきちんと睡眠運動朝散歩コミュニケーション、そういったことを大切にして、あなたが整える活動をしていくとびくともしないというふうに思います。